LT 天秤に、まあ、80号の重りで、まあ、首都広ぐらいの、まあ、リーダー取って、これが金塊 NS っていうガンマ活の、まあ、今日 2-0 野間瀬の人も、ね、針ちっちゃくてもいけてるんで、まあ、これで、で K 村シルバータチオワームそこまで着いたらもうちょっと軽く上上げる。うわ今当たった、クソ。よっしゃー、来たー、来たー、おー、どっちでしょう、タチオか、どっちだろうな、フラッシュ時フラットか、どっちかですね。これ2回目のあたりですよ、今。さすがです、ワームでやられております。サーベルなのか、すごいなー。お、はい、タチオや、よっしゃー、タチオ部ではね、タチオの方で行ってるそうです、はい、こっちが下側がフラットで上側がタチオワームやったんで、はい、まあ、タチオワームの方でタチパターン成立ってことで、はい、どんなあたりやったんですか。まあ餌に用を似た感じだったけど、ちょっとあたりの時間が長かったんでゴン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 って感じですか。そんな感じですね、こう、へー、すごい、タチオワームで、はい、釣れました、すごいです。どんな感じの誘いですか。もう大きく上げてもう見せるだけですね。で止めてる感じですか、はい、巻かず、ケイムラシルバーっていうやつのカラーに、はい、変えました。ヒット？ちゃうか、また上がっていきますね。サウナ、あ、来てるか、来てるかな、来てるか、ヒットですね、来てるね、来た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 、ダッチパターン来たね、やったぜ。よっしゃー、ダッチパターン、おお、こんなに行くもんなの。いい感じですね。ねえ、いい感じ、いい感じ。上げましょうか。大人がいいな。イエーイ。来たよ。やっぱワームやから落として食ってるっていうのはすごいあるんで、まあいい感じでタッチパターン成立ってことですね。やっぱ地合い来るとパタパタって来るのが大物の特徴だと思います。やりました。はい、行きます。エビング80号の重りに LT 天秤っていう、まあ、エビングですよね、エビング用の、天秤。よし、食った、食った食った、止めてて食った、食った、止めてて食ったよ。今ね、ジグの方が釣れへんから止めとこうと思ったら、来た来た来た、立ちパターン、止めてて来たね、初めてやね。やりましたね。立ちパターン来ましたよ。はいはいはい、はい、やったぜ、おめでとうございます、やったぜ、
タッチパターンね、今のは止めてて投げましょうか。ゴーンときましたね。やっぱりワームやからこそね、止めて釣れる魚、今までジグでは釣れてない、ルアーでは釣れてない魚がワームやと釣れるのも出てくるっていうのもね。やりました。で今のはあのジグの方がやっぱり当たりがもうあの少なかったので、ずっと皆さんやってるんですけども、ほとんど釣れてなかったので、ワームなのでもう止めとこうと思って止めてたらゴーンときましたね。なのでやっぱりワームやからこそ釣れる魚っていうのもやっぱりいてるんで、その辺をどん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 引き出してもらえれば、今までよう釣らなかった魚が釣れていくんじゃないかなと、はい、思います。青物の中からね、まあ、メジロクラスなんですけども、まあ、これがフラッシュ系サーベル11インチ、まあ、これとこれはねほとんどボリューム一緒なので、多分マッチザベイト、ね、ちょっと長さは長いけど幅が一緒ぐらいで、こっちはやっぱもう一回りでかい。でこんなんも平気で食ってるんで、もう全然ねもう丸飲みするっていう感じなんで、フック一本でもね、もう吸い込んでも口の中入るっていう感じだと思います。タッチパターンっていうのはやっぱりあるんやなっていうのが、はい、すごいです。でワームならではのスケーチューでもこう動くので、やっぱ釣れるっていう魚もいてるので、まあぜひ、まあ、ジグが釣れる時間帯はジグの方が活性高い時は釣れる、でそうじゃない時はワームっていうような感じで、まあ、あのローテーションさせていけばルアーフィッシングがもっと楽しくなると思うので、ぜひやってみてください。